とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、古代狩り5周やっていきましょう。欲しいのがね、ちょっとね、明確に決まってきた。防具が欲しい。防具の英雄のアーマー。まあ、それがベストね。ベストなやつは、英雄のアーマーが欲しい。で、さらには、ポーションバリアがついてる英雄のアーマー。うん。で、まあ、贅沢を言うならば、クールダウンが1つか2つ。うん。と、毒フォーカスが入ったやつが欲しい。うん。まあ、とにかく、まあ、ピンポイントなやつなんで、出るかわかんないけどね。まあまあ、狙っていきましょう。5周いきまーす。ああ、ここか。ここは全然期待できないからね。いいや。よっしゃあ、おおすげえな。やっぱこれ、範囲が半端じゃないね。びっくりした。よっしゃあ、風邪ひげか。風邪ひげちゃんだね。この宝箱必ずあるんかな。風邪ひげのところはなんか、あれ必ずあるような気がするんだけど。おお、おい、なかなかやるー。あー、失敗した。忘れてたー。装備こっちに変えなきゃいかんかった。いや、もうむしろもうこれでいこうか。もうずっとこれでいこう。いらない。ミステリーアーマーもね、いいやつだったらね、欲しいんだけど、ちょっとその探すのもめんどくさいしな。めんどくさいっていうか、ちょっと難しいんだよね。夜の棒、夜の棒はね、なんか最終装備にこれなんかなりそうな気もするんだよな。はい、次。よろしくないね。あ、おお、え、俺これ初めて見るぞ。え、これ俺初めて見る気がする。おお、まあ一応買っとくか。初めて見たな今の。あ、いりませんね。はい、2周目いきましょう。おっと、ここはグリムガーディアンじゃないですか。いけるかなこれ。ちょっと、あ、いや、いけるわ。はいはいはい。押し込みきれんかなと思ったけども、全然十分だったね。いきましょう。おっと、ノーマルのユニークだ。よっしゃ、2周目おしまーい。結構早く周回できたな。うん、あんまり洞窟がなかったってことだけどね。はい、次行きましょう。破滅か。ゾンビ特攻はね、な、尖りすぎてるんだよな。使えるところではすごいいいんだけどね。まあ、使い分け用だな。はい、スコンドレル。いやー、いやー、クールダウンショットが欲しい。なんかラストラーフかと思った。鎌が。違うね。おっと、愛のスペル棒。いりません。魔術師。いらないね。はい。次行こう。おっと、ここは、なんだっけ？え、ここ誰だったっけ。まあいいや、とりあえず、スイッチを押しましょう。誰やったっけ。タワーか。さあ、当てっぱつだ。あははは、毒で死んじゃった。毒で死んじゃった。で、これはもしや、やっぱり、鶴橋のユニーク。おっと、いいよ、またタワーが来た。でも、鶴橋か。いや、でもなんか、防具か弓も出すはずなのよ。来なさい、タワー。じゃあ、なんだなんだなんだ、狩人か。狩人はいらないかな。
いや、いい感じだね。うん。ゼロ回っていうのが一回もないんで。いいよ。おっと、スポンジストライカー。あ、これちょっと欲しいかも。あ、いや、重力がいいのよ。重力とガードストライクがいいの。で、一番右が、いらねえな。一番右のやつはいらないな。いや、いらない。これいらない。やめとこう。闇のアーマー、あー、いりません。弓いらない。お、フィザー。お、いいよ、いいよ。あ、いやいや、クールダウンは1個ついてるよ。で、マルチロールもあるならいいと思う。で、真ん中がね、そう、そうね。ちょっと保留かな。ちょっと待って、今俺が装備してる、ウィザーアーマーなんだったっけ？あ、ポーションバリアついてるね。あー、なら、断然、今持ってるやつの方が、使い勝手が良さそうだな。ポーションバリアあれ結構いいんだよ。はい。次。クールダウンついてる。で、ポーションバリア。いやー、これにね、8じゃなくって、HP 吸収だったらね、これ採用だったんだけどな。変更もついてるし、アクロバットあるでしょ。ダメ。ここはちょっと厳しくいきましょう。いらない。いらない。不滅。お！これ意外と強いぞ。雷でしょ？で、流れ込む魂がついてて、で、衝撃波。で、横を、全部いいね。これはいいわ。買っときましょう。よし。では、4周目。いきます。おっと、4周目。これはないかなと思ったけども、あったね。なんだろう。永遠かなんかだったっけ。あー、永続か。永続か。若干惜しい感じだな。ピグリンアーマーか。いりませんね。おお、これも、これもユニークだ。4周目おしまい。4周目だよね。だよね。はい。おあ、いや、いやいや、よくない。いらないね。太陽の愛は、いらないな。最弱に近いぐらいのやつじゃないの、あれは。ああ、もっと弱いのはあるか。いらないね。いりません。レッドスネーク。やめとこう。乱射。いらない。力いらない。どうだ？いらないね。エンチャント微妙すぎ。守護者。いりません。グリムいらない。急兵。いらないね。はい、ラスト。おお、開始早々出た。ほんとすぐそこにいた。いいね。ウィーバー。いけ！おっと、おいいんじゃない。あ、やばい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 。呪いの斧。お、いいんじゃないの。おー、久しぶりに出たね、無敵。無敵は久しぶりだな。よっしゃ、行きましょう。ちょっと厳しいかもしんないね。おっぷねあ、ポーションバリアついてるから。おいおい、どんだけ攻撃速度速いんだよ、お前は。何今の攻撃速度。
それでは全て終わりました。最後のお店を見てみましょう。ホークブランドがあるな。ホークもういらないんだな。武器はもうそこまでもういらないんだ。あ、まあ欲しい武器はあるよ。うん、覆われた怒りだけかな、欲しいのは今のところね。近接武器はそれだけが欲しいかな。いや、よくない。よくない。この毒の雲は強化されてないもんね。毒を与えるだけが強化されたから、これは違うんだ。うわぁ、最後ノーマルばっかりだったな。よろしくない。はい。では、どれぐらい出たんでしょう。見てみましょう。はい。お、結構出てるね。結構出てる。10個か。全部で10個。出てます。さあ、詳細を見ていきましょう。クレイモア。うん。まあ、もちろん、いりません。ピグリンアーマー。まあ、ユニークだから取っててもいいかなと思うけど、もう結構持ってるし、いりません。ツルハシ、いらない。ウィンドボウ。ウィンドボウ、いらないね。はい。折れたソーブレードも、いりません。闇のアーマー。いや、まあ、タイタンだったらね、このエンチャントでも、まあ、強かったんだけど、闇のアーマーはいらないかな。で、これ。これはまあ、いいとしましょう。狩人。いらないね。これも、まあ、この二つは買ったやつか。この二つは買ったやつだ。じゃあ、最後、これ。呪いの斧。チェーンか。エンチャが、いやー、よろしくないね。別にいりません。はい。まあ、こんなもんだよね。基本的にお店で売ってあるやつを狙っていった方が、自分の狙うべきものが出る気がする。まあ、モンスターも狙っていってもいいんだけどね。はい。まあ、とりあえず、今日は、お目当てのものは出ませんでした。うん。まあ、またね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。